はい、こんにちは、116インズです。開幕して間もなく2週間が経過しようとしていますが、今年も早くもいろんな印象的な出来事を起きている印象です。まあ、毎年言っている気もしないでもないんですが、開幕直後に個人的に印象に残った出来事などを、今年もいくつかピックアップしてお話していこうかなと思っています。それでは見ていきましょう。まず今年いきなりの衝撃だったのはやっぱり4月15日のエンゼルス対レンジャーズでの満塁での申告経遠ですよね。 エンゼルス1点ビハインドの4回裏、ワンナウト満塁で、コーリー・シーガーの打席でエンゼルスまさかの深刻敬遠を選択。ちょうど中継でトラウトが映し出されていて、彼も首脳陣の判断に困惑している様子すらありましたよね。この回からリリーフしたウォーレンが全くストライクが入らず、しかも満塁でシーガーとの対戦だったので、これ一気に大量得点につながるかもと思っていた矢先だったので、本当に驚きました。 2008年当時レンジャーズでプレイしていたジョシュ・ハミルトンがレイズに満塁で敬遠された以来の出来事で、くしくも前回も今回もマドン監督がこの奇策に出たわけですが、まだ4回でしかもビハインドの状況でのこの選択は議論を呼ぶことにもなりましたし、個人的にはそれをやる状況ではないんじゃないのかなと思ったりもしました。 実際シーガーを歩かした後、エンゼルスは犠牲フライとボーでさらに失点してしまったので、作戦自体は失敗に終わったと言えそうですが、幸い打線が奮起し、最終的にはエンゼルスが逆転勝ちを収めています。打線の奮起を呼び込んだとも言えるかもしれませんね。 続いては4月13日のドジャース対ツインズとの試合でのクレイトン・カーショー。昨年ポストシーズンを全球する理由ともなった左子の怪我の影響が心配された中で迎えたカーショーの今季初登板でしたが、怪我の影響を感じさせないどころか、前世紀を思い出すような圧巻のピッチングを披露し、強力ツインズ打線を7回無安打13奪三振のパーフェクトピッチング。球数もこの時点でまだ80球と、普通だったら当然続投の状況でしたが、ドジャースはここでカーショーの交代を決断。 後続がヒットを許してしまったので系統での完全試合もノーノーも達成となりませんでしたがロックアウトが長期化しスプリングトレーニングが短縮された影響がもろに出たケースでしたね先発投手の調整が遅れ多くのチームでシーズン初先発を70球から80球前後で調整しているためでカーショー自身も首脳陣の判断を正しい決断だったと話していました 不思議なことにこのちょうど1週間後に日本でもロッテの佐々木朗希選手が前人未到の2試合連続完全試合まで打線の援護があればあと1イニング8回102球でマウンド降りる事例もありましたね日米で大記録目前の中での投手交代が少々議論を呼ぶような事態になりました続いてこちらはちょっと面白い巡り合わせということで国民ビールの日の奇跡 4月7日、ダイヤモンドバックスは開幕戦パドレスをホームで迎え撃ちますが、途中までノーヒッターペースで抑えられてしまうなど、完全にパドレスに主導権を握られた中で迎えた最終回。パドレスは最終回のマウンドに昨年、阪神で活躍したロバートスワレスを送り出しますが、全く請球が定まらず、ダイヤモンドバックスがノーアとト満塁の絶好のチャンスを作ると、打席にはセス・ビアー。 冒頭で1点を返し、なおも2、3塁でビアーが放った打球はライトスタンドへの逆転スリーランホームランとなりまして、ダイヤモンドバックス開幕戦を劇的な形で制することができました。で、この日は禁酒法が廃止されたナショナルビールデーでして、ビアーの苗字の綴りはビールと全く同じ BEER。そんな日に劇的なサヨナラホームランを放ったため、翌日チームは来場したファンにビールを無料でプレゼントする粋な計らいも見せました。 ちなみにナショナルハンバーガーデーなる日も存在するらしく、これが5月28日なんですが、ホワイトソックスのジェイク・バーガーが起こす奇跡にも、個人的には密かに期待もしています。はい、続いてはルーキーの活躍。今年は例年以上にトッププロスペクトが開幕からメジャーでプレイしていますが、レッツのハンター・グリーンもその一人。 デビュー戦となった4月10日のブレイブス戦5回3失点で早速キャリア初勝利を挙げると、2頭番目の4月16日のドジャース戦ではちょっとすごい記録も打ち立てています。それが1試合で投じた100マイル以上のボールの数ですね。グリーンはこの日だけで39球も100マイル以上のボールを記録し、ボールのトラッキングが始まった2008年以降では最多となりました。これまでの最多は昨年6月21日に33球を投じたメッツのジェイコブ・デグロームだったそうなので、コンスタントに球速を出す点においてはデグローム超 のルーキーキが現れたとデグロームのピッチングも大概人類の理解を超えたものですがグリーンももしかしたらそのレベルに到達するかもそんなポンポン100マイル投げるグリーンは2017年ドラフト全体2指名を受けたまだ22歳のピッチャーでこれから9回のエース格への成長に期待がかかる選手ですがどんなすごいピッチャーになっていくのか非常に楽しみな選手が出てきました。 またトッププロスペクトではないもののいきなりインパクトを残したルーキーといえばガーディアンズのスティーブン・クワンでしょう。オレゴン州立大学出身の24歳はこの春打率4割6分9厘と打ちまくって初めてメジャー昇格を果たすと開幕してからも調子をキープし4月12日までの5試合15打数10アンダー。 おまけに三振どころか空振りもゼロという極めて高いコンタクト能力も見せ、この記録は翌13日に終わってはしまうんですが、デビューから116球連続空振りゼロ、三振ゼロの記録を打ち立てました。2000年以降では最多だそうで、その前はエンゼルスのデイビッド・フレッチャーの100球が最多らしいんですが、ボビー・ウィット・ジュニアやフリオ・ロドリゲスなど、野手のトッププロスペクトが今まさにメジャーのピッチャーへの適応の真っ最中なだけに、クワンがいきなりこの調子で打ちまくったのはいい意味で目立ちますよね。 ここ3試合は少し当たりが止まっていますが、どこまで調子を維持できるか注目したい選手ですね。 さて次は昨年 MLB ワーストの勝率を記録したオリオールズの話。同じ地区の4チームが昨年90勝以上をマークした中、ただ1チーム全く逆方向に走り続けたオリオールズ。おそらく今年も大きく状況は変わらないシーズンとなるはずで、上の4チームからすればいかにオリオールズ戦で取りこぼさないかが、プレオファラソンに直接影響するくらいある意味大事な試合となっているわけですが、先日まで行われたヤンキース3連戦で、オリオールズなんとシリーズ勝ち越しちゃいました。 しかも3試合目は完封勝利で、オリオールズがヤンキースを完封したのは2016年以来実に6年ぶりの出来事だとか、随分珍しいことが起きましたよね。昨年もオリオールズはヤンキース相手には8勝11敗と、地区の中で唯一前線することができた相手なのですが、今年もオリオールズが全力でヤンキースを邪魔する展開が見られるかもしれませんね。 はい。そして最後、大谷さんです。もうありとあらゆる大谷さんにしかできない記録を樹立してきた彼ですが、今年も開幕戦から達成しました。それが開幕戦1番 DH の先発投手ですね。 今年から DH 関連のルールが変更となり、先発投手が試合を退いた後でも DH として試合に残れるようになったのは皆さんもご存知かと思いますが、当然そんなことできるのはメジャーでも大谷さんしかいないので、事実上の大谷ルールで史上初のルール適用者となりましたし、また史上初のチームの開幕戦の1球目を投げ、かつチームの開幕1打席目に立った選手となることもできました。 もはや大谷さんが何かすごい記録を達成することに慣れてしまったというか、ああ、また達成したのねとなっている自分すらいます。それが大谷選手の凄さを物語っているわけですが、開幕戦は投手としては5回途中1失点9奪三振の高騰も、打者としては4打数ノーヒットで、チームも開幕戦アストロズに敗れてしまいましたが、今年も大谷選手はどんな風に我々の想像を超える一年を送ってくれるのでしょうか。 という具合に見てきましたが、早くもいろんな記録なども達成されたりと、盛りだくさんの MLB。長すぎるロックアウトで忘れかけていましたが、これがメジャーリーグの面白さですよね。まだまだシーズン先は長いですが、この後もどんな予想外のことが起きるのか、楽しみにしていきたいと思っております。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。